あいチくん、今日はモンハンの銃について解説したいと思います。中でも重要なのが攻撃銃です。文字通りこれをつけていないとそもそも攻撃することができないという銃です。私にも仮友が数百名いますが、これをつけていない人など見たことがありませんし、つけてないとパーティーにすら入れてもらえないねというのが現状。とはいえゲームの中盤まではこの銃は一個も手に入れることができません。ですので現状モンスターの自殺に頼るしか、 狩りを成功させる術はありません。これは本当です。続いては解放時の説明をしましょう。文字通りありとあらゆる束縛から解放されます。持ち運べるアイテムの数や死亡回数、仮に参加できるプレイヤーの数など。回避時の説明が一瞬で終わってしまうのは、読んで字のごとくで、これつけてないとそもそも避けることができないんです、モンスターの攻撃を。 これすらつまずに死んだあなたは仲間のハンターからイベルカーナのごとく冷たい視線を浴びせられるでしょう。回避なんて時間の無駄だ、すべて攻撃に回したいというストイックなあなたには無傷銃がおすすめです。一切のダメージを受けなくなるというぶっ壊れ性能です。他にも頼もしい樹はあり、達人樹は達人が、加護樹は加護愛が助っ人に入るというものです。あ、地味に人気を誇っているのが短縮樹です。 狩りに行くまでの労働時間を短縮してくれます。大麻獣は武器にピエール属性を付与します。治癒時をつければたとえ狩り中であろうと主治医がすっ飛んできてあなたの健康をサポートしてくれますし、整備時をつければ整備士がすっ飛んできて武器の点検や防具のメンテナンスを行ってくれるでしょう。最悪なのは潜伏時でモンスターたちが出てこなくなります。